誰だって役目があって生まれてきたと君が言いました。いつだってどんな時だって幸せになるっていう役目が、この手に抱えた赤や黄色の果実と花束をあげる。大丈夫、信じてみろ、ひだなりの匂い気づき始めた気持ち。大丈夫、育ててみろ、膨らみかけたときめきのつぼみ。君と愛だとか微笑みとか、いくつものぬくもりに出会うでしょう。夢だとか憧れだとか、人はそういう名前で呼ぶけれど、太陽の下で青空を浴びて、一番好きな歌を打ち出されて歩いていけたらいい。一番好きな人と手をつなぐ始めた気持ち。大丈夫。